背中を触らずに背中の筋膜をリリースさせる方法をお届けしていきます。ではこの肘の下ですね、肘の下のところに手をこう差し込んでじわーという形ね、さっき腕つかなかったものがちょっとついている状態になりますので、先ほどはい、こんにちは、ゴッドハンド通信の関野です。本日の動画は背中を触らずに背中の筋膜をリリースさせる方法をお届けしていきます。今回の動画を最後まで見ることで簡単に背中の筋肉を緩めることができます。背中が柔らかくなるので肩こりだとか背中の張りも解消することができます。また肩の可動域も変わりますので、ぜひ動画を最後まで見て実践していただきたいと思います。それでは今回は早速やり方をお届けしていきたいと思います。はい、それではやり方をお届けします。まあ、患者さんはこのように仰向けで寝ていただいて、まあ、もし仮にビフォーアフターやるんだったら、まあ、座った状態とかで肩の可動域チェックしていただいてもいいですし、仰向けで寝た状態で、まあ、両手を万歳にして、まあ、どこまで腕が伸びるのかなとか、あとはこの肘ね、ちょっと硬めではありますけれども、このように、手がどこまで上がるのかなというところを見ていただければと思います。はい、それではやり方なんですけれども、患者さんをこのように肘と肘をつけます。あとは手首同士をつけます。まあ、ちょっと、まあ、ごめん戻してますね。ちょっと見えないと思うので私で表現していくと、このように肘同士をつけていただいて、あとは手同士もつけていただきます。このような姿勢になります。ここまで患者さんに体勢をとってもらうようにしてください。はい、ついてもらって、はい、今そのような体勢を取りました。であとは術者の動きを、お話ししていきます。ではこの肘の下ですね、肘の下のところに手をこう差し込んでいただいて、軽く上方向、天井方向に少し持ち上げます。これ結構大事。上方向に持ち上げて、持ち上げた状態で今度はこの腕を頭の方向に、だ自分の方に引き寄せるという形になります。この2つの動きです。上に持ち上げて、それから自分の方に引っ張っていく。これで筋膜をリリースさせていただきます。ちょっとやっていきますよ。でまず上の方にふわっとこう持ち上げる。で持ち上げた状態でそのまま頭方向に引っ張っていく。でこの時腕の力で引っ張るんじゃなくて、私の体勢見てください。今まあ気をつけの姿勢じゃないですか。で持ち上げて、このように後ろに寄りかかってますよね。こういう形で寄りかかってます。これだと術者疲れないから、術者が疲れない方法でやった方がいいですので、後ろに腕で引っ張るんじゃなくて体重を後ろにかけていく。でこの時に思いっきり勢いよくやっちゃうと患者さん結構きつい状態になっちゃうので、ゆっくりとねじわーという形で筋膜をリリースさせていきましょう。じゃあいきます。でじわーという形ね。そうするとね、今これで止まってる感じ、背中の筋膜が突っ張ってる感じがあるんですけれども、この感覚のところで止めてください。これで30秒ほど待っていただけると簡単に緩みますので、ぜひこの体勢をキープするようにしてください。でこの時いいですか、患者さんの肘と肘が離れないようにくっつけたままね、くっつけるように術者が肘を内方に圧をかけるのは全然ありです。肘をくっつけたまま牽引をかけるようにしてください。あ、でもこれだいぶ緩んできますね。で緩んでくると、この後ろの方に倒れてきて引っ張ってる感じが抜けてくる感じが出てきますので、そうなってると緩んでると思います。これで大丈夫です。でこれでぐーっと万歳していただくと、さっき腕つかなかったものがちゃんとついてる状態になりますので、先ほどより柔らかい状態にはなってます。でもう一度やり方をおさらいすると、まず患者さんの姿勢としては肘つけて手つけて、でこういうふうに持ち上げていくだけですからね。持ち上げていくだけで、肘つけて手つけて、でただ引っ張れるんじゃなくて、上の方に天井方向に少し持ち上げてください。で持ち上げたまま後ろに寄っかかるように牽引をかける。でこの状態でキープです。これで背中の筋膜が緩んできますので、ぜひ試していただければと思います。はい、それでは今回の動画は以上になります。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。はい、それでは最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。